はい、これからですね、ギター教室日記ということで、私が実際にギター教室でレッスンした内容の中でですね、これはギター演奏上達において役立つんじゃないかなというような、ちょっとしたアイデアをですね、いろいろと紹介していきたいと思います。で、実際にですね、ギター教室を運営しておりまして、ロック系、ブルース系が特に好きな方っていうのは、ほぼですね、もうギターを練習して上達したいけれども、もう勉強はしたくないと、おっしゃる方が非常に、多いですね。で、このギター教室日記っていうのはですね、もう本当にそういう方に、ぜひ見ていただきたい、ちょっとしたアイデアをですね、紹介していきたいと思いますので、非常に緩い、お気楽な内容になると思いますけれども、まあ見ていただいてご自分で、これはと思ったことはですね、どんどん試していただければなと思います。で、このシリーズは再生リストも、作っておきますので、ぜひですね、すべての動画チェックしてみてください。で、第1弾はですね、もうどんなジャンルにも、欠かせないスケール、ペンタトニックスケールについてのですね、ちょっとしたアイデア、使い方のアイデア、指使いのアイデアを、解説してみたいと思います。で、今回使うのはですね、E マイナーペンタトニックですね。12フレットに人差し指を、持っていく。で、よくあるペンタトニックのフォームを弾いてみましょう。で、今は1弦から弾いていきましたけれども、わからない方はダイアグラムですね。今出ているダイアグラムを参考にしてください。で、このペンタトニックスケールの一番有名な、フォームですよね。形になりますけれども、これですね、適当に何かコード進行、ブルース進行なんかに合わせて、実際にソロっぽいことをやろうとしてもですね、非常によくあるのが、1弦、2弦、3弦、まあ4弦あたりぐらいまで、このあたりの下のですね、弦を使っているときは、割とまあこのフォームっていうのも使いやすいなとは思うんですが、実際に5弦6弦にこうずっと上がっていくとですね、特に6弦どうですか？ 6 弦小指で今の E マイナーペンタでしたら小指で6弦15フレット押さえに行かないとダメですよね。何かこう低音弦、特に6弦弾くときなんかは無理やりこう小指を伸ばしてですね、押さえに行かないといけないようなイメージを受ける方、印象を受ける方が多いと思います。で、実際に弾いてみても1弦、2弦、3弦あたりはですね、割とフレーズも作りやすいんですね。こんな感じで。でも実際ここからですね、4弦から上の弦に行くとどうですかね？何かフレーズ非常に作りにくくないですか？みたいな感じになってしまうので、何かこうフォーム的にも少し無理しないといけないような感じになりますよね。そこで、今回は一つアイディアですね。これ実際にレッスンでもやったんですけれども、5弦ですね。5弦でスライドを使ってですね、少しナット寄りのポジションに移動してやる。これを一箇所だけ覚えてみてください。するとスライドでこう横移動するっていうことも覚えられますし、今後ですね、ペンタトニックをどん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 横方向にこう拡張していくにも役立つと思います。で、実際どこでスライドを入れるかというと、で、実際に1弦から、1弦15フレットから弾いてみますが、弾きまして、次、5弦の14フレット薬指で押さえますね。で、通常でしたら、次、12フレット、5弦の12フレット人差し指で押さえますが、人差し指で行かずにですね、5弦14フレット薬指弾き終わりましたら、そのままスライドでですね、12フレットまで下がってください。で、あとはこのまま人差し指で5弦10フレット。で、この音っていうのは実は6弦の15フレットと同じ音ですね。同じ G の音になります。で、あと6弦はこのまま薬指で12フレット6弦で、もう一つまあ行くんでしたら6弦10フレットまでですね。 D の音まで行きましょう。もう一度行きます。みたいな感じですね。で、たったこれだけのことなんですけれども、非常にですね、このスライドを入れてやるだけでフレーズ作りの幅も広がります。
から実際に低い弦からこう下に差が、音程を上げていくときですね。上げていくときも実際 D からですね。何か非常にフレーズが作りやすくなります。で、高い音から下がるときも同じですね。まず最初は6弦、5弦、4弦あたりを使ってこう行き来をするだけの練習をしてもいいと思います。ぜひですね、このスライドを入れたポジション移動の、方法ですね、まずはこの1箇所だけで構いませんので、ぜひご自分のプレイに取り入れてみてください。以上で解説を終了いたします。この度はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。